キューピー人形のような可愛らしい顔をしているが、一度怒り出すと形相が一変し、手のつけられないほどに凶暴化するため、悪魔のキューピーと呼ばれた男がいました。本名を大西正弘と言い、1923年に広島県呉市広子坪にあった裕福な商家に誕生しました。幼少時にモルヒネ中毒だった父親が亡くなり、母親が追い出されたため、祖母に甘やかされて育ちました。1930年に尋常小学校へ入学しましたが、読み書きを学ばず絵ばかりを描いて過ごし、独特の色彩感覚を持っていた大西の絵は、毎年のように絵画コンクールに入賞、優勝する実力がありました。1935年になると祖母が他界したため、再婚していた母の元へ移り、翌年に小学校高等科へ進級しますが、読み書きの方は依然としてさっぱりでした。そんなある日、小学校高等科の教師から、読み書きができないことを揶揄された大西は、激高して教師に文鎮で殴りかかります。絶対的存在であった教師に反抗し、暴力を振るった大西は、即日に退校処分となりました。そして大西は、義父の紹介で菓子目職人を束ねていた、向井真一率いる、向井組の若手になったのです。1939年に大西は後に肌荷組組長となる肌荷守幸と知り合いました。そのきっかけは、呉市で、菓子目職人を束ねる二つの勢力、向井組と肌荷守幸の叔父が率いた肌荷組との間でいさかいが起き、和解の場が設けられた時です。大西は、この席に乱入し、向井の斜め後ろに座り込むと、腹巻から取り出した拳銃を膝上に置きました。これを見た向井が会合の趣旨を解き、拳銃をしまうように叱責したことでその場は収まりましたが、肌荷組の面々に強烈な印象を与えたようで、肌荷守幸は叔父、父を通して大西と出会いました。また、同じ頃に大西は、三人の男たちの舎弟となっています。呉市阿賀町の土岡正造と、その実弟で後に土岡組組長となる土岡弘、そして、弘の同級生だった織見製造です。大西は人生に大きな影響を与える男たちと出会ったその頃に、己の名を広めた事件を起こしています。それは、まだ少年だった大西が食堂で酒を飲んでいた時です。飲酒を咎められた大西は憤慨し、一触即発の状況となりました。しかし、相手が海軍の軍人だったため、勝ち目がないと見ると、隣の商店に押し入って刺身包丁を奪い、再び食堂に戻り軍人の腹を突き、続けざまに片耳を切り落とすといった凶行に及んだのです。この事件の話は呉の町中に広がり、大西は人々が恐れをなす存在になりました。1943年になると大西は徴兵され、中国の戦場に送られました。通例では1年の軍務で一等兵になるところを、なぜか4年後に服役を終えるまで大西は二等兵という最も低い身分のままでした。人の指示に従わない性格ゆえに、進級することがなかったのではないか、などと言われています。しかし、母親に戦争の悲惨さを話すことがあったものの、戦線にいた頃の話を進んでしなかったため、その真相は不明です。また、大西には人質の首を多数切ったという話が取り沙汰されており、これについて問われた際には、不敵な笑みを浮かべて、皇帝とも取れる言葉をつぶやいたそうです。おう、首を切るもんは、切られるもんより根性がいる剣の。大西は1946年3月に福音市呉市へと戻ると、呉市阿賀町を拠点とした土岡組の組長になっていた土岡弘から杯をもらい、若手となりました。土岡弘は、マサが戻ってきたと歓喜し、祝儀だけでなく、賭場のしのぎを任せる段取りをするなどして迎え入れました。また広島市の幕府の下で修行した後に土岡組に加入していた肌荷守幸も大西を兄やんと呼んで慕いました。大西が帰郷した当時は愚連隊などの組織が群雄割拠しており、その中でも最大勢力だったのが桑原秀夫を率いる桑原組でした。その年の8月14日、呉で戦後初開催となった盆踊りの場に、桑原組の組員がいることを知った大西たちは、すぐさま押しかけました。
危険を察知した桑原らはすぐに逃げましたが、一人でその場に残っていた桑原の射程で、小原組組長の小原薫を見つけました。大西は小原を捕らえると薄暗い方へと連れて行き、小原の左腕を日本刀で切り落としたのです。小原が絶叫し膝をつくと、その声が聞こえたのか、小原の兄弟分である磯本隆之がその場へ急いでやってきました。大西は手下に磯本を捕まえさせ、磯本の左腕も同じように瞬く間に切り落としました。この事件の話は一晩のうちに呉中に広がり、周囲は大西を恐れ悪魔のキューピーという呼び名がつきました。大西は逮捕されましたが、初犯ということで逮捕からほどなくして釈放されています。同じ年の年末頃には、実業家の要請によって、土岡組、桑原組、小原組が劇場で揉め事を起こした不良グループを排除しました。この一件では、大西や土岡正造、肌に森行と、桑原秀夫に小原薫を含む十数人が逮捕されましたが、桑原が責任を取り拘留されることで、大西らは釈放されました。翌年の春、呉の幕と久保健一が浪曲のショーを開催し、その祝いを兼ねた花会を開きました。祝儀をもって参加した土岡正造と大西は、土岡組の名が低い位置に書かれ張り出されていることに憤慨しました。そして二人は久保を罵倒し、さらに大西は火鉢を抱えると、久保らへ向けて投げつけたのです。肺炎が立つ中子分らが誰一人として、大西に反抗しない様子を目の当たりにした久保は、すぐさま引退を決意したと言われています。それからほどなくした頃、大西は鳥羽で、殺人鬼という異名を持つ岡組組員の山上光次と一触即発の状態になりました。これは、山上の視線を感じた大西が、威嚇されたと思い憤慨したことに端を発しています。睨み合いの末に二丁拳銃を忍ばせていた両者が懐に手を入れ拳銃を抜こうとしたところを樫本の中本勝一が仲裁しことなきを得たと言われています。1947年5月22日、市議会議員となっていた桑原秀夫が口論の末に小原薫の腹と頭を出刃包丁で刺しました。そして、返しとして小原組の組員10名が、桑原宅に乗り込み、桑原の命を奪う事件を起こしたのです。この事件は大西が両者との間に入り、話し合いをしている時に起きたため、大西も逮捕され呉市吉浦の拘置所に送られました。拘置所内で、大西は箕面幸三と再会しました。箕面は、山村達夫率いる山村組組員に怪我を負わせた旅のヤクザを射殺した罪に問われていました。そして、7月になると大西と箕面は互いの血をすすり、ちぎりを交わして、箕面を射程としました。夏頃になると大西は、拘置所で過ごすことに耐えれなくなったようで、怪我や病気を患うと、保釈される当時の制度に目をつけました。そして、拘置所内にある散髪用の部屋からカミソリを持ち出し、自らの腹を切り重傷を負って保釈されると、飛び出た蝶を自身で抱えて、病院まで徒歩で向かったといいます。必死で抱えとった剣、重かった。しかし、蝶ちゅうのは、思ったより重たいもんじゃのう。1949年春頃、土岡組と山村組はしのぎの取り分で対立しました。そして、山村組組長の山村達夫は、土岡組組長、土岡博士の暗殺を企て、目をつけたのが土岡組若頭の大西でした。それは、この頃になると大西の心に変化があったためです。親分の土岡博士は義教心のある人物でしたが、金と女に対してズボラなところがあったそうです。また実刑の土岡正造も酔って大西の賭場で騒いだことがあるなど、不信感と不満が募り、土岡組への思いは薄れていたと言われています。そして、山村は口のうまさと金を使って説得し、大西を山村組へ引き抜くことに成功しました。夏になり、箕面幸三が山村組事務所に向かうと、大西らが土岡博士暗殺について議論していました。箕面は、拘置所で大西から山村組への加入を勧められたこともあり、山村に保釈金を用意してもらい出所すると、山村組に加入していました。
箕面は兄貴分の大西が自ら土岡博士に手をかけることを避けたいと考え、山村に対し自身がヒットマンになると申し出ました。そして大西は持っていた拳銃を箕面に渡したのです。9月27日の昼、箕面は実行に移ります。しかし土岡博士めがけて発砲した弾は急所を外れ、土岡博士は一命を取り留めました。山村はとどめを刺さなかった箕面を叱責し、もう一度やるように煽り立てるだけでなく、責任逃れと取れる冷淡な発言をしたと言われています。その日の夜、土岡博士襲撃を知った肌に森幸が山村の自宅に訪れましたが、山村は不在だったため大西らと話だけして帰りました。これに対して後日、山村はどうして肌にを生かして返したのかと大西を責め立てたと言います。他のものじゃったら生かして返さんけん、森幸じゃかわいいけんの、あいつは生かしとったら必ず男になるけん。最終的にこの一件は箕面の破門と自首という条件を山村が受け入れ、和解が成立しましたが、大西は窮地の中だった面々と仲違いしただけでなく、射程の箕面を不遇な目に合わせる結果となりました。1949年、大西は競馬場で八百長問題から騎手を暴行し指名手配されました。そして警察から逃れるため移動の際は常に歩いていたと言われています。警察に追うたら電車は逃げられん。逃げられん言うことは、わしゃ撃たないけん、殺さないけんけん、わしゃ歩いて帰るんじゃ。翌年の1月4日、大西の人生を変える事件が起きました。大西は呉の本通りの路上で、同じ姓を持つ大西照吉と出会いました。酔いながら仲間と共に歩いていた照吉は、大西に難癖をつけ、女房を売春婦だと吐き捨てました。これに大西は激怒しましたが、さらに照吉が酒の勢いに任せて、山村組の大西だと名乗ったため、事態は深刻なものとなります。その時は女房が大西をなだめて抑えたものの、悪魔のキューピーと言われた男の怒りが、このまま収まるはずがありませんでした。山村組の組員らはその日のうちに照吉を探し出すと、17時40分頃に大西が呉の神社で照吉を銃で撃ち、命を奪いました。警察はこの一件で大西を指名手配しました。すると同月17日の晩に、呉警察署に大西の居場所を伝える垂れ込みがありました。その情報によると、大西は呉市東四方にある山村組相談役、岩木義和の自宅に潜んでおり、明日早朝に大学生に変装して関西へ逃げる手はずになっている、というものでした。雨が降る翌日の午前1時半、岩木の自宅は、呉警察署の警官40人によって包囲されました。そして、午前3時になると、警官隊が岩木宅に立ち入りました。警官隊は大西を発見できずにいましたが、こたつの布団をめくったところ、潜んでいた大西が拳銃を乱射し、被弾した警部補と刑事の2名が命を落としました。大西はそのまま窓から逃げようとしましたが、刑事によってその場で撃たれ、この世を去りました。また、大西の最後については、拳銃を口に加え自ら命を絶ったという話もあります。警察への垂れ込みから居場所がバレた大西でしたが、居場所を垂れ込んだのは山村だというのが定説となっています。そして、それをネタに大西の母は山村を脅し、莫大な金を手にしたと言われています。